1950年代。秀平がこれが、これが、秀平がキャラ御所と言われますけども、はい、キャラ、あ、これキャラとも読みます。で、それはキャラ御所の後、この付近、吾妻川に見えるキャラ御所。両国に東門、東の門に一角を構え、うんぬんということで、それで、これは私が書いた文章ですか。伝屋になりて金鶏山のみ形を残し、まさにこの風景、今あなたがお立ちになっているところに場所が今から300年前に建ったところなんです、ね、あ、そうですか。で、この道を行ってるんですね。あ、で、こう、1988年から始まった大規模な発掘では、当時の平泉の太刀にご案内しましょう。今回ご案内するのは、三代秀平が当主になった西暦1160年頃の姿です。でも便利でいいけどさ、
2001年、平泉の文化遺産は世界遺産暫定リストに登録されました。平泉は三方を川に挟まれた交通の要衝にあり、金華山を中心に広がっていました。北には清平の中尊寺があり、寺院は自然の要害である衣川に守られ、金色堂は平泉の町を見守るように建っています。秀平は清朝の平泉の太刀、指定の唐御所、仏堂の無料公院を作り、政治行政の拠点と一体の浄土世界としました。秀平の時代、平泉は完成し、名声は全国に轟きました。廃政松尾芭蕉が弟子の河合空を伴い平泉を訪れたのは、奥州藤原氏滅亡からちょうど500年後のことです。三代の栄養一睡のうちにして、大門の後は一里小なたにある、秀平が後は伝屋になりて金華山のみ形を残す。